皆さんおはようございます。今日は豊平川に、流木がたどり着いたということでね、撮っております。ここは豊平川、上流の方なんですが、こうやってね、大木が流れてきてね、ここの、ワイヤー、よいしょ、見えるかな、ここにねワイヤーがあるんですけどね、このワイヤーにですね、ここに流木がたまるんです。それで、このね、橋がひっくり返ったんですね。昭和56年台風で、ここは白井川橋って言うんですけどね、竣工は昭和57年3月竣工で、これ昭和56年台風つってね、ここに大木が引っかかってね、このワイヤーにこの橋を揺らされて、この橋がひっくり返ったというね、大事件があったんですね。何回もかってビデオでねこのワイヤーを取れず、まあ、ワイヤーを取るか、この岩のね、岩を砕いて、なくするかですけど、まあ基本的にはこのワイヤーっていうのは橋を守るからね、だからここの下の岩岩石をね、市会議員に削ってくれって頼んだんだけどね、まあこれは国の持ち物なのかね、なかなかねうまい以外にいきませんね。一回失敗してるからね、原因はこの岩とワイヤーにあるんです。この橋倒れひっくり返ったのは誰も直さないんだ。おかしいよなこれ、原因が分かってるんだから対処せってな。どうしようもないね。今日はこの大木を見かけたんでね、前の記憶が蘇って、ビデオを撮っておりました。今日はこんなもんかな。またお会いしましょう。さようなら。